ドライバーとサンドウェッジとバターンを。うん,う,んうん、うん、うん。どんぐらい得意なドライバーは九番アイアンピッチングでグリーンを狙うのと同じぐらいの精度はある。ただ、じゃあ俺のピッチングと九番どれぐらいなのって思うよね。知らないからね、うん、皆さんね。マットの上からで、俺ピッチングがだいたい125ヤードぐらいなの。で、マットの上からだったら死ぬまでグリーン乗せられる。<laughs> ぐらい。でも、結果としてそれはやったことないし、それぐらいの自信は、もうめちゃくちゃある。お腹すかなければじゃあ。あ、そう。お腹すいたり、体調悪くならなければ、ずっと打ってても、ま、100球打ったとして、99球は乗せられる。一生じゃねえじゃんって話なんだけど、もう1球ダメにしてるけど、それぐらいの感じ。そう。だから、8番とドライバーだったら、10ゼロでドライバーの方が精度は高い。うん。 そうなんだ。そう。ただここでトリックっていうかポイントがあって、アイアンってピンに打つでしょ。ドライバーってヘアウェイに打つでしょ。そういうのも含めてにもなるかもしれないね。ああ、じゃあヘアウェイに打つ、うん。そう。同じ幅だったら、もちろんアイアンの方があるわけよ。精度はね。だけど、ドライバーの OK 範囲とアイアンの OK 範囲を、こう、こうよね。これを踏まえたら、絶対ドライバーなのよ。あ、そう。うん。同じ幅だったらもう絶対アイアン。 うん、もちろん、もちろん、当然、当然。今のでバット解除してくれた人もいるかもしれないけど。<laughs> そう。だから、それぐらい、ドライバーに自信はある。で、サンドウェッジは、まず、打てる球が、常識の範囲内で自在。58度のサンドウェッジのフルショットが、だいたい80ヤードぐらい1ヤードから80ヤードまでの間のことだったら、まあ、変な話、何でもやりますよって感じ。 状況によって、その80ヤード以内でも52度を持つこともあるかもしれないけど、年に何回かしかない。 その58度で打った感覚とボールの飛び方、高さ、速さがもう打った瞬間にいいって分かる判断ができるからそれぐらい球を打ってきてるから多分恐ろしいぐらいの数サンドウェッジで球打ってるから俺自分で言う人ってなかなかいないでしょだけど相当打ってるからサンドウェッジの溝がなくなるまで打ったことある方多分少ないと思うんだけどなくなるから 要はあそこがへこむわけよ、ボールの後で。それぐらい打った。だから、これだけ自信を持って言える。でも、本当に自信はあるから。一日何百球とか。アメリカ行ってた時は、アメリカってマットで打つことがないのよ。全部天然芝もう、俺はね、楽しすぎて、もう、飯いらないって感じだったの。あ、そうなのうん。練習とはうだったんだ。そう。遊びだったの。ずっと天然芝居で打ってるから。そう。遊びはっていう言葉が失礼かもしれないけど、それぐらい、えっ えこんなとこから打っていいんですかっていう感じ。ゴルフ場の道路一本挟んだのが家だったから。だから、バッグ担ぐか、うん、サンドウェッジとパターを持って、うん、パームスプリングスに行ってたんだけど、うんうん、アメリカの。夜の7時半か8時ぐらいまでできたのよ。照明なしで。ああ、明るいんだ。うん。まあ、7時半ぐらいかな。ギリギリできたけど、ラウンド終わって2時とか3時ぐらいに帰ってきて、うん、そっから5時間とか4時間とか、全然やってたから。めっちゃ楽しかったのよ。環境が違うんだ、ね、日本とじゃあ。 ああ、それはあるかもね。うん。そういう場所が、うん、ないし、パッティンググリーンでアプローチしちゃいけないの、日本は。基本的には。アプローチ専用グリーンがあって、で、アプローチ専用グリーンって、意外と芝質が良くなかったり、ベントグリーンじゃないのよ。だけど、向こうは全部一緒だから。<ー>そう、パッティンググリーンとチップ,チップショット、全部一緒にできるのよ。だから、アプローチ禁止っていう看板がないの。むしろや,やっていいんだけどね。だから、本当の本番と同じ状況で練習ができる。 もちろん芝からだからショットもそうだし、そういうのがね、夢の国みたいだったよね。ずっとっ楽しくて。そう。楽しすぎた。<laughs> 本当に。 そう,うん。それでじゃあ、まあ、練習とは思わずに、う弾<あ>数も、えげつだけで打ってたんだ。打ってた。本当だから、4、5時間アプローチ全然平気だったから。そうだから、鉄のね、うん、こんなバケットがあって、うん、そこに20球ぐらい入んのよ。20球打って、あ、うん、次こっからやろうっつって。うん、また20球打って、うん、次ちょっとオーバーした想定で、グリーン奥からやろうっつって。うん、もうそんなのね、もうずーっと4、5時間繰り返し。 で、もちろんバンカーもあるし、で、疲れてくるじゃん、もちろん。で、休憩するじゃない、うん、で、まあ飲み物飲んだり、うん、ホットドッグ食べたりして、うん、で、次、じゃあちょっと変わった練習しようっつって、うん、その時俺、タイトリストのボール使ってたの。日本のボールとかも持ってってて、当時、ニューブリードっていうダンロップから出てたボール、プロワウンドってあって、それと、初代 V1 ってあったわけ、タイトリストの。それであ、じゃあ、タイトリストがタイガーで、ニューブリードは俺で、二、うん、人で対決しようっつって、うん 自分で2級打つんだけど。<い>そう、だからカップインまで自分でやってるわけよ。もうだからおかしな子だよね。でも、そのゴルフ場は周りに住んでる人がほとんどメンバーだから、あんまり普段から練習しないからめちゃくちゃ空いてんのよ。 そう、だからアプローチグリーンもめっちゃくちゃでかいんだけど、一人しかいないとか、あったから、やりたい放題だったね。そう、だから、マッチプレーを一人でやって、ボール二球でね。タイガーは、ロブその時すごい決まってたから、タイガーの V1 で打つ時は、ロブショットでわざと寄せたり、俺はそんな技がないから普通に寄せて、でもそっちでも勝てるんだ、このホールは、みたいなのもやってた。そう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 。 ですげえそういうのがあった。ラウンドも楽しかったのよ。楽しかったんだけど、ラウンドより一人でそのアプローチグリーンに行く方が楽しかった。で、近くにサブウェイがあったのよ。で、晩飯サブウェイでいいっつって、上ちょっとパターン持って、ボールポッケに入れて、歩いてサブウェイ行って、こんなフットロングッズ長いやつ買って、スプライトみたいなの、なんかジュース買って、で、ベンチで食って、1時間ぐらいアプローチやって、部屋買って、 で、うん、すぐ水着に着替える。るで、部屋のすぐ下がジャグジー。プールと、そこにズボンですよ。<あ> <laughs> そう。気持,いいね、気持ちいい。気持ちちなみに、あの、僕が言ってたパームスプリングスは、気温50度ぐらい。ええ?。嘘でしょう。ほん,とほ,んとほんと、ほんと、ほんと。五十度。夏ね。死ぬじゃん。いや、やばいんだって、あの、この辺とか、うん、焼けるとかじゃないの。水膨れになるの。全部、ブワーって。耳の上とか、暑<え>そう、暑すぎて。 で、バンカーって砂じゃない砂って石じゃない、うん、石,石がバンカーの中で割れるわけ熱くて。だからパンパン、パン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 ってなってる。それぐらい熱いええクラブってこうシャフトをヘッドつけるじゃない、うん、その間にソケットっていうプラスチックがあるの。うん、あれが溶けるんだから。で、ヘッドが抜けちゃうの熱くて。ええー。間違ってもヘッドカバーしないでラウンドして、ヘッドってその時9割5分黒だったのよ。うんうん、みんな、どのメーカーも。白とかなかったから。うんうん ヘッド触れないから。暑すぎて。パームスプリングスは、すごいその、リゾートで、要はもう、引退したお金持ちが来る場所。だから、高級車しか走ってないし、ゴルフ場も1時間以内に100コースぐらい。そんなにそう、ある。それぐらい、もうゴルフの楽園だったんだけど、それよりも、意外といいイメージがあるけど、もう、めっちゃくちゃ暑いから。俺は3年いたけど、短期で来る方もいたの、日本から。短期で来た人が、もう、信じられないっつって、暑くて。 ふくらはぎのこの上とかが日が当たるじゃないだからこことかもうほんとブックブック水ぶくれ。日焼け止めを1日4、5回塗らないと無理だった。俺は1回塗ったことないけど、す,すごかったのよ。冬はね、砂漠だから寒いのよ。え、うん、そう。めっちゃ寒い。でも、1回も長ズボンは履かなかったか。あれ1、2回履いたいかな。長ズボンは1本しか持っていかなかった。でも寒いの寒い。日本の冬ぐらい寒いよ。コ凍る寸前ぐらい。 氷はしないけど、でも、あったな、あの、スプリンクラーが凍ってる。街中スプリンクラーがあるの。で、そのスプリンクラーの出口が凍って、っていうのもあった。0度ぐらいあったね。雨降んないんだよ、その時は。3年間いて雨降ったの1日。やばくないしかもその時、先輩2人と、土砂降りの後、もうほぼコース水溜まりよ。好きに使っていいよって言われて、回ったから。で、しかもその時はもう、誰もいないのよ、コースも。大体向こうって、カートに水がついてるのよ。 飲み水。だからプラスチックのコップがあるんだけど、そこにティーを入れて、うん、ティーの上に番手を書くそ,それで、ただ回っても面白くないから、うん、引いた番手で全部次打たなきゃいけない。っていうのをやった。めっちゃ面白かった。だそれも感覚よね。だって30ヤードしかないのにドライバーとか引いちゃうかもしれない。<laughs> ど,どう攻めるかだよね。<laughs> 30ヤードじゃあ打,つ、ね、打つしかない。打つしかない。だからもう、こうやって打つしかないよね。長尺パターンみたいな。そういうのが面白かったな。 そうなんだ。じゃあ、え、じゃあ、最初に上地とか出ちゃうかもしれないそう。T ショットで。T ショットで。それこそパターまで入ってるから。パターで T ショットパター、そう、パターで T ショット打つかもしれない。で、無地の T を1本入れたの。それを引いたら、次、番手を引いたら、3秒でクラブ抜いて打たなきゃいけないっていう。考える暇がないっていうのも入れたの1本。そう。そういうのがね、めっちゃ面白かった。それ面白いね。面白い。それでバリエーションが増えるわけね。そう。で、それも飽きてきて、 5番ぐらいまでやったのかな ?6 番から、普通6番ってもちろん6番のグリーンにカップインするじゃないそれもつまんない。だから6番から8番のグリーンにカップインとか。<laughs> なんだで行けるかっていうね。そういうのもやってた。誰もいないから。誰もいないから。で、向こうはリゾートコースだから、コースとコースが別荘で仕切られてるの全部。へー。そう,そうそうそう。間にいるのそう。ゴルフ場の両脇はぜ全部別荘っていう家な,家なの、家なの。 だから、ホールの次行くときは家を越えなきゃいけない。面白いでしょすげえ面白かったもん。ええー、こんだけ練習してたから。そう、だから、ゴルフをしたかった。あ、とにかくね。とにかく。だからもう、芝生の上から打てる幸せってこんな幸せなんだと思って、すげえよかったな パターの得意な話していい俺ドライバーサンドィッチパターって言ったじゃないで、パターが得意っていうのは、思い込みもあるわけよ。思い込ませてる。<ー>そう。決して、そのすごい上手いとか、本当にパターが上手いわけじゃなくて、パターって気持ちだって俺は育ってた人間なのね。そうやって思わないと、パターって入ってこない。だから、パターは苦手意識は絶対持っちゃダメだって、 言われ続けてきた。そういうのもあるけど、そう思い込んでたら、本当に自分の中で、結果は別として、得意だと思ってる得意に感じるの。だからね、パターは、すごい入った時期もあったし、もちろん入らない時もあるから、一概には言えないけど、 何お前そのパッティングって言われないようにずっとうまく打ってた記憶はあるね。なんか練習もじゃあしたいや、した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 。したね。試合出た時なんかは全然練習なんかしないって言ってたし、実際そんなしてなかったけど、でも試合会場じゃない普段行ってる練習場なんかでは、まあ家でもそうだけど、本当にやった。 アプローチのその4、5時間は特別だったけど、パターもね、暇さえあればパター握ったり振ったりしてたね。活躍されてるプロからしたらそんなの当たり前だよっていう意見の方ももちろんいると思うけど、やっぱりその中でも自分の可能な限りの時間は使ってやったよね。だって上手くなりたかったもんね。 やっぱり、う手、ん、くなりたかったし、自分のショットにお客さんが拍手してくれて盛り上がってくれる快感あんなのはないよね。自分一人だけに注目してくれてて、その打ったショットの結果に対してリアクションしてくれることなんて普通に生きてたらないよね。 そんな幸せなことってないから、がっかりさせることもあるじゃないあーって、何やってんだよと。でも、いい結果が出た時ってさ、それが2、3倍にも、うわって聞こえるわけよ。だから、そんな、喜んでもらってね、湧いてくれるのに、みっともないショットなんか、打てないと思って。で、ちょっとやっぱりそう、試合に出るチャンスが多くなった時期ぐらいから、やっぱり練習量も自然と増えたし、 こんなんじゃダメだと思ったし。それがちょうど高橋達彦さんに出会った時ぐらいから、あ<ー>まあいろんな話をあの聞かせてもらって、こんなんじゃ良くないからもっとこうした方がいいとかっていろいろ聞いて、でまあ練習するようになってねで。自然とだから球数、やることが多いから球数も増えたのもあるし。う,ね、うん。とにかく百切りで悩んでる人とか、とにかく数だよね。頭じゃない。絶対に頭じゃない。考えるんじゃなくて、うん。とにかく 打つしかない。考えなくても数打ってる100は切れるから。<laughs> 本当に。自分の打った感覚が自分で解説できるまで練習しないで上手くなることはないから、ね。絶対ね。どんなことでもそうよね。絶対ね。いい動画撮れたんじゃないですか <laughs> <laughs> いいかどうかはわかんないけど。<laughs> そうだね。完全なフリートークだけど。そうだね。いる。 いるいる BGM 程度に聴いてくれる方はいるかもしれないあそうですねご視聴ありがとうございました <laughs> <laughs>